ございます。4月5日月曜日、サライブサンシャイン渡辺つみがお送りします。おはようございます。今日は二十四節気の一つ、清明です。清らかに明るいと書きます。生命の息吹に満ち、すがすがしく明るい季節が始まる頃とされています。ただ今日はですね、幕張のお天気カメラ見てもわかるんですけれども、すっきりしない空模様となっています。はい、島幕張はもう朝から雨となっています。はい、すっきりしない空模様。ただ今日はサライブ24リニューアルなので、爽やかにスタートさせたいと思います。では早速各地から届いたウェザーリポート見ていきましょう。まずは北日本のリポートです。北海道札幌市の達志さんからのリポートです。タイトル、どんより。昨日の青空と打って変わって、朝から灰色の分厚い雲に覆われてどんよりと曇っています。今日も一日お互いに頑張っていきましょう。はい、札幌は雨は降っていないようですが、やはり一面雲に覆われて青空は見えていません。体感も寒いといただいています。はい、では続いて関東エリア、東日本も見ていきましょう。埼玉県秩父市のお羊さんからいただきました。タイトル、まだまだ寒い。細かい雨が降り続いています。日差しがないとまだまだ寒くて暖房をつけています。今週末には桜は満開かな。皆さん良い一日をと。はい、昨日は関東エリアとても寒かったです。